やっぱりもう理想が高すぎるのか。そうなんです。あのやっぱ周りってみんな同い年の人たちで、あれどうしても子供っぽく見えちゃうん。大野も30いくつか、まあまあね、今も、はい、でもこういうのが結構、大野に近いって言ったら山本か。どこがなんですか、レイちゃんの顔が。どこがなんですか。大野くんの果汁 0% ですよ。坂井俊哉の果汁 100% や。最近はですね、あのさすがに大野くんみたいな人は世の中にいないということが分かって、彼氏候補の基準を変えた。あ、変えたの。ということで基準変えたわけじゃなくて、ちょっと周りにいそうっていう意味でニュースの小山くん。ちょっと失礼よそれ。ニュースの小山とこの中で言うたら山本か。小山くんの果汁 0% ですから彼は。会場にいても周りにいる方の中から彼氏候補みたいな感じでパッと選べるんですか。こういうスタジオではあんまり考えないんですけど、大学の学食とかにいるときはもう見ています。全員でもこうしてテレビ番組でみんなが頑張って喋ってくれてるとかかっこいいなとか思うやんか。それで今日いいなと思ってる人はいないのか。そうですね、あんまり私も人を好きになったことがないので。あ、隣の彼なんかかっこいいやんか。 おしゃれで毛を染めて。あかんのこれ。あの髪染めてる人はそんなにダメなんで。え、どういう条件なの言うてみろ。髪が黒くて。お、来た俺、合格を。ほぼ残ってるよ。残ってるよ。山本残ってるよ。一時間で一時審査突破やで。黒髪審査通ったよ。髪長め。単髪髪が黒くて単髪で。お前何ドキッとしてんだ、おお。単発で。それぐらい。それでええねんて。いけるじゃん。ほんで大塚に今日付き合ってくださいって言ったら一日付き合うか。おお。おお。大塚もういけいけよお前もう。いやご飯だけでええねん、今日帰りお茶飲みませんか。やっぱ半年ぐらいです。え。なんで持ち帰んねん。真面目かお前。ほんでお前何持ってんねんそのバッグ。さっきの、 あの大英博物館でお土産買った。うわ綺麗。いや綺麗じゃない。いやなんだコーナーやねん。地元やお土産のカバーを紹介するなよ今。何が大英博物館で買ったやつって。